クヨです。葵だぜ。ああ、もうイライラするわね。いきなりどうしたんだ。最近 YouTube で動画を見ようとした時の広告が長すぎてイライラするのよ。スキップできない15秒広告が2連続なんて来た日には動画を見る気がうせちゃうわ。確かに最近かなり広告が増えたよな。特によくわからない漫画で商品の反則をするやつとかよく見るようになったな。ね、ああいううさんくさい広告ってなんでなくならないんでしょうね。じゃあ今回は YouTube のうさんくさい広告がなんでなくならないのか、その理由を紹介していこう。気になる。本編を始める前に、まず2つのことを告知しておきたい。1つ目は私たちが日々みんなの前に出れている YouTube。そしてその YouTube の収入源となっている広告のことをとやかく言うわけだから。もしこの動画が消されていたらそういうことだとお察しください。なるほど。私たちの大きな母のような存在の収入源にイチャモンをつけるって動画だもんね。これは発言に気をつけないとだわ。そして2つ目は私たちの間でうさんくさい広告のイメージがずれてるかもしれないから。まずはどんな広告が YouTube にはびこってるかっていうのを話していこうと思う。OK。イメージのすり合わせは大事ね。さて、今日取り上げるのが漫画形式や VTuber 風のアバターで商品を紹介する嘘くさい広告だ。よく見るやつね。ダイエットサプリとか育毛剤とかの反則広告よね。そうだ。そういった広告に多いのが外見蔑視広告と呼ばれる低品質な広告だ。外見を見下すような広告ってこと？そうだ。例えば憧れのあの子に告白するもハゲが理由で玉砕、落ち込んでいた主人公は、あるサプリを飲んだことでみるみるうちに髪の毛が生えてきてイケメンになり意中の彼女を射止めた。っていう内容の動画広告を見たことがあるだろ。あるある、太ってる主人公とかのバージョンあるよね。ああいった広告が扱っているような人の劣等感やコンプレックスに訴えかける商品は、コンプレックス商材と呼ばれるものだ。薄毛や体毛、ダイエットなど体の悩みを解決できますよという甘い言葉で購買意欲を誘うわけだな。誰もが何かしら持ってる体の悩みにつけ込むのね。だから広告の内容もコンプレックスを煽るような、つまり外見を気にさせるような内容になっているんだ。そんな内容だから当然嫌いな人も多いんだ。しかし残念なことに、外見蔑視広告は Google 広告のポリシーによって禁止されていない。それでいつまで経っても規制が入らないのね。そのおかげで今では蔓延しているわ。またあの手の広告の厄介なところはターゲティングされずに配信されているという点だ。ターゲティング？広告の内容に関心のあるユーザーに広告を見せる機能だ。気配薬の広告をふさふさの人に見せても収益は伸びないだろ。なるほど、広告を効率的に使うために見せる人を絞る機能なのね。そうだ。しかしああいった広告の多くはターゲティングをしてないと思われる。そうするとどうなるかというと痩せてる人にも太ってる人にも、ダイエットサプリの広告が流れるという現象が起きるんだ。全く興味のない広告が流れるのはそういう理由だったのね。誰彼構わず広告を見せるなんて質が悪いわね。ではなぜそんな悪質な広告がなくならないのか。その理由の一つとして挙げられるのが自粛期間によって広告費が減ったというものだ。どういうこと？2020年の3月頃から外出自粛が始まったのは記憶に新しいだろう。大騒ぎになってたし簡単に忘れられるものじゃないわよね。あの時の要請と同時に企業に対しての短縮営業や営業自粛の要請も出ていた。つまり当時は経済が大きく停滞していたんだ。それで広告費が減ったの？ああ、営業を自粛することになった企業の多くはコストカットをしてなるべくかかるお金を減らす必要がある。そこで YouTube に出す広告にかける費用を削減する企業が増えたんだ。なるほど、YouTube 広告に出せるほどお金に余裕がある企業が少なくなったのね。そういうことだ。実際ある企業が自粛の影響で2020年4月の広告宣伝費がどのように変化したかを、334名の企業広報担当者に対して調査したところ、約6割が減少したと回答した。さらにそのうちの3割は広告費を 100% 削減したそうだ。そしてその広告費の中には当然 YouTube 広告も入ってるというわけね。まあ調査ではオフライン広告の方が減少の割合が大きいこともわかっているが、それでも YouTube 広告を出す企業が減少したということは間違いないと思うぜ。広告を出そうとする企業が減ったのはよくわかったわ。でもなんでそれがうさんくさい広告が減らない原因になるの？実のところこれは直接的な原因ではないんだ。ただこれから紹介する理由と関わっているから最初に紹介させてもらったぜ。つまり本番はこれからなのね。楽しみだわ。ああいった広告が減らない理由二つ目は YouTube 広告に入札する企業が減少したことだ。これはさっきの企業の広告費が減ったっていうのと関連してる。
ああ。だがそこを理解するには YouTube 広告の仕組みについて知ってもらう必要がある。つくよは YouTube で配信される広告がオークションによって決まっているというのは知ってるか？え、知らない、初耳なんだけど。例えば同じ広告枠に同時に A 社と B 社が広告を出そうとしているとする。そうすると広告の配信をめぐって競りが発生するんだ。つまり、より高い値段で広告を出してる企業の広告が優先して配信されるってこと？そういうことだな。広告を配信する側は上限配信単価を決めるんだが、それが高い方を優先して配信するシステムがあるんだ。つまり広告の配信1回につきより多くのお金を出せるかで配信の頻度が変わるというわけだ。YouTube 広告ってそんな仕組みだったのね。全然知らなかったわ。ここでさっきの企業の広告費が減ったということが関係してくるぜ。オークションは当然競合相手がいれば白熱し値段が釣り上がる。そうすると粗悪な動画広告しか用意できないような小さい企業は、オークションで勝つことができず広告を出すことができなくなってしまうんだ。なるほど。でも今は多くの企業がオークションに参加してないから競合相手が少なくて。ああ、競合相手が少なくなって広告を出すために必要な上限配信単価が下落。結果ああいった粗悪動画でも簡単に配信されるようになってしまったんだ。なるほど。社会情勢と強く結びついていた結果、あんなうさんくさい広告が増えてしまったってわけね。そういうことだ。最近は極端な外見蔑視広告のような粗悪広告は減ってきているから、オークションに入札する企業が増えてきているのかもしれない。この点は経済の活性化とともに解決するだろうな。企業の皆さんがオークションで粗悪広告を潰してくれるのを祈るばかりね。三つ目の理由は広告の審査が甘くなったというものだ。YouTube は全世界にユーザーがいる超巨大プラットフォームのため当然広告にも審査が入る。変な広告が流れて苦情が来たら大変だもんね。審査は Google 広告のポリシーと動画広告の要件に準じているかという二つの点で行われるんだ。ポリシーをまるまる紹介すると長くなってしまうので割愛するが。まあ簡単に言うと全てのユーザーにとって安全で信頼できるサービスを維持することを目的としている。そしてどちらにも抵触しない広告のみが配信されるというわけだ。つまり外見蔑視をする広告の数々はその審査を通って配信されてるってことね。そうなんだ。ここで浮上してくる疑惑が一つ。それは YouTube 広告の審査が緩くなっているんじゃないかという説だ。粗悪広告が増えたあたりから審査基準が緩くなってるっていうのは確かにありそうね。でももしそれが本当だとしたらどうして緩くなったのかしら。考えられる理由は二つ。一つは YouTube 広告を出す企業が減ったことで減った広告収益を補填するために。審査基準を緩くしたということだ。この場合上限配信単価が下がってるから審査を通しまくって、大量に広告を配信する必要がある。だから粗悪広告のような低品質な動画でも配信されてしまうというわけだ。確かにこれはありそうね。自粛期間に YouTube 広告の収益が減ったのは間違いなさそうだし。なんでそう思うんだ。あの時 YouTuber さんたちが広告収入が減ったって嘆いてたのを見ていたのよ。YouTuber さんたちに回ってくるお金が減ったってことは、大元の Google の収益も減ってるんじゃないかって思ったわけ。なるほど、珍しく頭がいいじゃないか。実際に YouTube 側から収益をもらっている人が、そう言っていたならこの説は有力だよな。そしてそうであれば YouTube 広告の収益が戻るとともに少しずつ粗悪広告も減ってくるかもしれないな。早く広告を出せるくらい企業が回復するといいわね。二つ目に考えられることは広告の申請が増えすぎて審査がしきれなくなっているというものだ。さっき企業の広告費が減ったことで上限配信単価が下がったって話はしたよな。ちゃんと覚えてるわ。YouTube 広告を出すためのお金が安く済むようになったということは今まで広告を出せなかったところは、こぞって広告を出そうとするだろう。その結果大量の広告申請が発生して審査する側の手が、追いつかなくなったという考え方もできるんだ。なるほど。だけど Google だったら審査に AI とか使ってそうだけどそれでも審査しきれないのかしら。AI でも対処しきれないほど申請が殺到しているのかもしれないな。まあ YouTube ほどの巨大プラットフォームに安く広告を出せるってなったら食いつく人は多いでしょうね。さらに広告の審査基準も粗悪広告の蔓延に関わっていると考えられているんだ。それはどういうこと？どうやらもともと広告は一般の投稿動画と審査の基準が少し違っていて甘く審査されるようになっているようなんだ。加えて投稿動画は違反をすれば広告がつかなかったり広告の単価が下がるなどのペナルティがつく。しかし広告はそういうペナルティがないみたいなんだ。なんでそんなことになってるの？
単純に審査基準が厳しすぎると広告を出そうって企業が少なくなるからだと思うぜ。特に自粛期間になってからは有料広告を出すような大手企業が広告を出さなくなってしまったから、粗悪広告のような質の悪い広告を審査で落とすと出せる広告がなくなってしまうんじゃないかな。運営も大変なのね。でももうちょっとどうにかならなかったのかしら。さすがに粗悪広告がのさばりすぎてるよね。この問題も社会の経済回復になるだろうな。まあ粗悪広告は確実に減ってきてるからもう少しの辛抱かもしれない。しょうがないわね。今はプレミアムに入って耐えるとするわ。では最後に外見蔑視広告のような質の悪い広告が蔓延していることに対する Google 側の見解を紹介していこう。確かに今の状況を Google がどう思ってるのかは非常に気になるわね。Google 広報部によると Google では広告を全てのユーザーにとって安全かつ適切なものに保つために自動評価と人による評価を合わせて Google の広告ポリシーに準拠していることを審査しているらしいんだ。安全かつ適切に保つためにねえ。そしてポリシーでは卑猥な描写や露骨なコンテンツ、著作権で保護されたコンテンツを不正利用する広告、広告掲載地域の法規制に準拠しない広告を禁止しているそうだ。なるほど。つまり粗悪広告の数々は卑猥なことをしているわけではないし、ポリシーには違反してないというわけね。まあそういうことだな。でも粗悪広告全盛期はいきなり男女が裸でうにゃうにゃしてるような広告があったのに、露骨な描写がなかったと、そう Google は言ってるのね。私たちも Google 様があって日々みんなの前で話せているわけだ。あまりファイティングポーズを取るようなことはしないでくれ。急におじけづかないでよ。私はずけずけ言っちゃうからね。さっき自動評価と人による評価で審査してるって言ってたけど、どっちも壊れてるんじゃないの。ヒートアップしすぎだ。ちょっと本当に怖くなってきたぞ。審査が機能してないと感じる気持ちはわかるけど、そんなこと言うもんじゃない。広告の審査基準とかは機密になってて、ユーザーには明かせないとか、そういう裏の事情があるかもしれないじゃないか。だとしたらすぐに粗悪広告を撲滅するために動いてほしいものね。といった感じで YouTube 詐欺広告についてまとめたが、だいぶ怒ってたな。葵が途中でおじけづいちゃうんだもん。私が代わりに叱ってあげたのよ。それにしてもヒヤヒヤする発言ばかりだったな。まあもしこれでこの動画が消されていたら、それはそういうことだから皆様お察しください。なるべくそんなことにはなってほしくないが、お察しくださいだな。それにしても仕方ない事情があったのは分かったけど、多かった時期にどうにか対処してほしかったわね。あの時期の広告はかなりひどかったからな。大手の YouTuber さんも広告のひどさに言及する動画を上げていたこともあったし、もうちょっとどうにかしてほしかったよな。まあだんだん改善されてきてるからいいけどね。これからの YouTube 広告に期待だな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。